昨日の石川県能登地方を震源とする地震の影響で一部区間で運転を見合わせていた北陸新幹線は全線で再開しました。午後3時過ぎ、北陸新幹線下り金沢行きが長野駅を出発しました。地震の影響で電車止まっちゃって、新幹線で寝泊まりできたんで、もう一日中、そこ親に無事だったって一応報告しようかな。切符買うのもずっと並んでてちょっと大変でしたから、とりあえず動いてくれて、一安心でところでは。 JR 東日本によりますと、明日は通常運転の予定ですが、一部区間で速度を落とすため遅れが発生する可能性があるということです。昨日、能登地方を震源とする地震で震度5弱を観測した長野市では、市内の60代女性が過呼吸により病院に搬送されました。気象庁は1週間程度は同じような強さの揺れが起きる可能性があるとして注意を呼びかけています。